笑っていいとも in 花巻。このまま笑っていいともいい花巻、花巻商工会議所と FM1 が協力してお送りするコーナーです。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻のお友達の輪広げていきたいと思います。今日のゲストは上田土地家屋調査士事務所土地家屋調査士の上田直樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社二枚橋ミート取締役の佐藤芳樹さんからご紹介いただきました。今かかっている曲のご紹介からまずいきたいと思うんですけれども、ザ・ハイローズの日曜日よりの使者、はい、なぜこの曲選んだんでしょうか。そうですね、もともとブルーハーツが大好きでして、はい、まあ、青春時代はブルーハーツ一色ということで、はい、河本大翔さんが歌ってるの。そうなんです、はい、で、まあ、あの解散後もね、はい、ハイローズとして活躍しており、はい、その中でもこの曲がとっても大好きなんです、はい、うん、で、まあ、歌詞の中でね、はい、たとえ世界中が土砂降りの雨だろうと、はい、ゲラゲラ笑える日曜日の使者という歌詞がねとっても好きで、はいはい、うん、まあ、本当仕事が多忙な方もね、はい、花巻をより良い街にするために、はい、夜通し会議されてる方も、はい、待ってる子供、家族、はい、彼女のために日曜日、はい、または休みの日はねシャララーンとのんびりね、はい、自分の体をね大切にしてほしいなと思いまして、はい、ぜひね今週の日曜日はこの曲を皆さん聴きながらシャララーンとシャララーンとねえ、あのひげがとってもよく似合いますね。あ、そうです、ありがとうございます。さて、あの上田土地家屋調査士事務所ですが、なんか聞いたことあるな、見たことあるなって思う方もいらっしゃるかもしれません。花巻市役所のそばにありますよね。そうです、そうです、はい、どんなことされてるんですか。まあ、名前の通りなんですけども、はい、土地や建物の、まあ、法律と技術の専門家と、はいはい、かっこよく言って、かっこよく言って、はいはい、で、まあ、あの登記に関する、はい、あの専門資格者とも言われていまして、はい、まあ、あの皆様の固定資産と現況を合わせるために、はい、60数年前に制定された、はい、これ国家資格でございます、はい、で、まあ、あの土地建物に関してね、はい、あの登記という言葉をお聞きになりましたら、はい、ぜひね、あの身近の土地家屋調査事務所さんへご相談ください、はい、ということでございます。はい、ちなみに上田さんなんですが、この会社の3代目でいらっしゃいまして、はいはい、31歳3児のパパ、はいはい、でね、はい、さっきあの曲のご紹介であの夜通し会議されてる方もっておっしゃってましたが、うん、多分ご自身もそうじゃないかなと、うん、あの仕事のほか青年会議所、はい、そして期待のホープ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 、はい、そして幼稚園の PTA の会長なども務めてらっしゃる。そうですね、はい、はい、ね、では上田さんに初めの質問です。はい、あの今週のメッセージテーマ、イライラするときなんですが、上田さん、あの、うん、あの目の前に座ってらして、うん、あんまりイライラするように見えないんですけれど、はい、ありますか、すること。どうしてかな、上田直樹30過ぎたらイライラするではないですよね。どんなときですかね。はい、最近ね、まあ、次男、はい、うん、2歳になったばっかりの次男がいるんですけども、はいはい、まあ、自分病っていうのをね、はい、あの発症しておりまして、自分でやりたいっていう、ね、そうそう、自分自分、はい、何でも自分自分みたいな、はいはいはい、うん、で、まあ、着替えの際とかねボタンできないのにね、はい、手伝ってあげるとね自分ってこう怒ったりね、あ、うん、まあね、そういったの可愛いんですけどね、なんかやってあげたいんだけど、はい、うんって待ってるのがこっちはちょっとイラッと、一回着せたのにまた脱ぐみたいな。もう一回やり直しみたいな、はいはい、なるほど。イライラを解消するのは、まあですね、なんだろうな、まあ、寝顔ですかね、子供のね。あ、なるほどね。やっぱね、こう家に帰った時ね、子供の寝顔を見るとね、はい、本当イライラ吹っ飛びますね、本当に。幸せそうな感じでね、今ね、ニコッとね、おっしゃってましたけれど、実は上田さんの特技ですが、はい、子育てと球技だそうですね。はい、まあ、自分で言うのもね、あれですけどね。いやいや、イクメンですね、はい、育児に積極的にね、参加するお父さん。はい、代表です。代表ですね、はい。ちょっと花巻、じゃあ、ショット立ってください。すいません。いや、いいんです、いいんです。子育て、どんなことされます？ですね、はい、比較的何でもやりたいなという気持ちはね、はい、あるんですけど、はい、やっぱ子供たちと一緒に遊ぶ、はい、触れ合うっていうのをね、はい、一番こう大切にしたいなと思っているのでね、最近だと長女が幼稚園で跳び箱、はいはい、こちら練習してるんで、まあ、あの家に飛び箱ないんでね、はい、まあ、流れ的に私が馬になるみたいな。あ、お父さんが飛び箱、うん、そうですね。はい、まあ、あの娘もね、最近は家に帰る、私がね家に帰るとね、
あのすぐ、ま、第一声に馬になってっていうお父さん疲れて帰ってきていきなり馬になっていいよみたいなで、そこから馬跳び、はい、からの、下の息子たちがね、いつも使うジャンプ台になって、はいはい、動けピの合図で、はい、3人乗りの馬車になって馬車になって、はいはいでまあ、結局振り落としてやってね、はいうん、でまあ泣いて、はい、でママに怒られるみたいななんか上だけのすごい楽しそうな雰囲気がすっごいね想像できますね、まあはい、最後は怒られると、はい、そうなんですよ、はい、で球技の方はどうですか、うん、何をされますか。何でも、はい、あの球技好きなんですけど、はいまあ、中高とね、はい、バレーボールの方をやっていましたので、はいはい、バレーが大好きですね、はい、あの全国大会にも実は出ていたと。あそうなんです、はいはい、こう見えて、はい、いやいやこう見えてってなんかすごい、はい、アウトドアって感じがねなんか漂ってますが、はい、え中学は花巻の中学校。あそうです花巻中学校花 中、はい、花中です。高校は高校は盛岡の小塚田という高校の、はい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 、分かりますか。分かります、はい、分かります、はい、今ねハンドボールとかもねすごい強いですね。強いですよね、うんはい、でじゃあ中高ともに全国大会に出て。うんそうですそうです、はい、でもあの高校の頃なんかはあの 春の高校バレー、はいうん、こちらにもあの出させていただいてね、はい、V6 を生で見ました。あすごい、はい、そうですかいいですね、うん、さてあの今曲の方はブルーハーツの曲で、はい、ハイロズの前身と言っていいですかね。はいそうですね。はいちょっとこれも人気の曲ですが、はい、じゃあ次の質問です、はい、趣味は何でしょうか。趣味と聞かれるとですねまず私は初めに、まあ、バーベキューと、はいうんまあ、休み&晴れイコールバーベキューじゃあ今度の週末ハイローズ聞きながらバーベキューとか、ね、例えば晴れだったら、うん、そうですねそうですそうです、うん、本当にキンキンのビールをねはい、うん、ですねたまらないですよね、うん、そうですね最近は仲間とねワイワイすることも好きなんですけども、はい、庭にプール作って、はい、子供たちの笑い声とね、はいうん、聞きながら、はいうん、お酒を飲むという、うん、素晴らしいと思いますね。いいですね、うん、あと最近行けてないんですけども、はい、渓流釣り、はい、こちらもすごい大好きで、はい、渓流釣りってどういうところが面白いんですか。うん、まあ、開放感あったり、まあ、自然ですね。本当にこう普段見ない景色があったりとか、はい、本当に心もね本当に透き通るようになってね、へ、うん、気持ちいいですね、はい、外に出るたびに遊びに行くたびに心がどんどん透き通っていくような、うん、そうですね。イライラ解消法にも、うん、そうですね、良さそうですよね、うん、その通りだと思いますね。では次の質問です、はい、花巻の風景で好きな場所を教えてください。詳しそうですけれど、まあ趣味がね、はい、バーベキューとか渓流釣りっていうのもあるので、はい、やっぱ川とか自然とか、はい、本当に山奥まで行ったね源流とかね、はいはい、本当に子供たちにね、はい、自然っていうのを知ってほしいなと、はいうん、だサバイバルキャンプとかしね。あいいですね、うん、どこを磨きたいなみたいな。ますますなるほど。特におすすめは、いやいやすいません特におすすめどこですか。ですね、豊沢ダムの上の方ですね、はいうん、本当に神秘的な感動する場所なんですけども、まあ、ちょっと気をつけないといけないのがですね、はい、私みたいなビビリな、はうん、方は気をつけないとクマが出ますので。あ鈴を持って、はい、行きましょう、はい、皆さんご注意いただきながら行ってみてください、はい、では次の質問です。一押しの花巻のお店教えてください。そうですね、もう本当にもうどこも一緒ですけどね、はい、まあ、私が大好きなのがね、はい、ステーキハウス兼という、はい、4号線沿いのビッグハウスなどが並ぶ一角なんですけどね、はい、イエローハットさんの隣、はい、何がいいってやっぱりサラダバーという、はいはい、うん、今こうサラダがねこう高騰しますよね、はい、そこでねサラダ食べ放題っていうのがねその魅力じゃないですかね。なるほど、はい、ね、じゃあ親子で行って楽しんでって、ね、うん、そうなんです。わたあめもね、はい、作れたりとかね、はい、アイスも食べれるし、本当に親子で楽しめるっていうのがやっぱりおすすめかなと、はい、ああなるほど、はい、では次の質問です、ね、とっても朗らかで、ね、明るい雰囲気が聞いてる皆さんも伝わってきていると思いますが、上田さん6月からは県内の土地家屋調査士の皆さん総動員で震災関係の仕事もされるそうですね。そうですね、ここからは真面目で、あよろしいですか。はい、いいですよ、はいはいはですね、じゃあチェンジして、はいはいはい、今回はね、土地家屋調査協会で、はい、東日本大震災による倒壊建物の滅失調査、滅失なくなっちゃうっていうことですね。そうですね、はいはい、まあ、すでに法務局の方でですね、はい、準備が進んで
進められていまして、はい、で本局の職権滅失登記というものの行うんですけども、はい、その上で我々調査士がその建物がなくなったという証明の書類を作るということですね、はいはい、本当にね、1階が壊滅的損壊をしているとか、はい、2階に住まれているとか、はい、本当に所有者の意思も、ね、はい、重要となってきますので、被災して、ね、財産や家族を失った方々の心地を思いながら、はい、本当に細心の注意を払って調査を進めていきたいと思います。一人一人ケースが違うでしょうから ね、 ね、本当に気を、ね、使われるお仕事でもあると思うんですが、うん、かなりいろんなところ回る、うん、そうですね、はい、都小船渡等は終わりまして、はい、で今後花巻北上島の釜石大槌、はい、まあ、およそ3万頭が対象でございます、はい、では次の質問です。座右の銘教えてください。そうですね、たくさんあるんですけども、まあ、自分の中で一番一生青春一生勉強、はい、はい、相田光夫先生の言葉でございます、はい、なぜこの言葉を。そうですね、まあ、年を取ってきてね、困ることはね、はい、体が硬くなるばかりではなくて、はい、頭が硬くなったり、はい、心が硬くなっていくということで、心が硬くなると感動感激がなくなるので、一生青春を保つためには心の柔らかさを保つということはそうです、はい、で、まあ、心をね、柔らかくしていくことがね、これから一生青春につながるのかなと思います、はい、もう十分ね、柔軟な心を持って楽しんで ね、 でね、生活してらっしゃる雰囲気を伝わって、はい、一生青春です ね、 ね、うん、はい、では、ね、お話もっと伺いたいんですが、このあたりでお友達のご紹介をお願いします。ですね、はい、木村設計 AT さんの木村清勝さん、はい、お願いします。はい、どんな方ですか、上田さんに。前番組にも、ね、出ていただいているんですけれども、うん、はい、そうですね、友達のお父さんということもあってですね、はい、木村設計さん、皆様にはですね、大変お世話になっております、はい、まあ、社長さんはですね、本当に優しくて気さくで大好きな人生の大先輩でございます。はい、はい、さてお電話つながるでしょうか。はい、どうでしょう。はい、もしもし。もしもし、はいはい、上田でございます、はい、はい、どうも、どうもご苦労様でございます、はい、6月14日木曜日なんですけども、はい、12時過ぎ FM 花巻の番組に出てほしいんですけども。ああ、わかりました、わかりました、はい、あ、木村さん、はい、FM 花巻みそのです、はいはい、いつもありがとうございます。それでは6月お待ちしておりますので、はい、楽しみにしています、はいはいはい、どうも、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、どうも、つながりました。はい、ありがとうございます。どうもどうも、失礼します。どうも、どうも。さて、今日の笑っていいともいい花巻、バーベキューが好きなイクメンでもある、上田土地家屋調査士事務所の土地家屋調査士上田直樹さん、楽しいお話どうもありがとうございました。最後すいませんでした。とんでもないです、ありがとうございます。またお待ちしています、はい、ありがとうございます。はい、